のいい大学なんですけど、教育学部がカスですね。私今年も早稲田大学の、早稲田祭っていうのは行こうと思ってるんだけど、私ね教育学部だったんですよ。で教育学部の16号館っていうのがあって、当時一番古かったんです。古くって先生に、なんで教育学部だっかり古くて汚いところにいるんですかって言うと、バカ、運のお前、今一番古いということは当時は一番新しかったんだぞって謎の理論かまされて、いつもなんでこんな古い校舎なんだって言ったら、先日お知らせが届いて、新しい学部棟が出来上がると。教育学部のためいつまに検品の台が一番貧乏口だったってことあれの作られるだか作られただか、俺らのあのオンボロ16号館はどうなってしまうの、悲しいよ本当に。投資されなかった台なのか、いや違う、もっと最悪なのはさ、その新しく教育学部用に建設しましたのでお金を寄付してくださいって来たお前なん、どうする詐欺って言ってんだ、なんか検品にさ寄付してくださいって来るのわけわかんなくない？元教育学部みんな恨んでますからね、気をつけてくださいよ本当、誰かで構わず寄付しろっていうの本当に危険なんで、ケンピ言ったじゃん、在校時代在学時代言ったのに、いや一番古いから耐震性も不安じゃないですか、この16号館ちょっと動かなかったくせによ、ケンピがいなくなった瞬間ねえ寄付してくださいってなんだよもうそこだけ、え早稲田はカス、いや早稲田はいい大学なんですけど、教育学部がカスですね、それは間違いない、本当教育学部カス、なんであんなに言ったのに、私教育学部新しくなります、どうでもいい情報マジでどうでもいい寄付金今募ってるらしいよ、よろしく未来の教育学部生のために、え寄付しないといけないのか、いやそんなことない、もう寄付は金持ちの道楽、寄付しないもんするわけない、もう私は恨みつらみしかない、俺の代じゃないの、私が通うならまあなんかまだ寄付とか手伝いとかしたけど、その後にさなんか手のひらくるーって急にの金だけくれ、まあでも、まあ、未来の早稲田学生に向けて、まあなんか私が富豪になったらやろっかなね、まあその余裕がないからな、とりあえずお金できたら家建てたいもんね、脱出ゲーム用の、ケンピの部屋が隠されてて謎や暗号を解き明かさないと私に会えない、カラクリ城を建てるってのが当面の目標だから、そこにまずお金使うんで、寄付してる場合じゃない、うん、それ終わったらだな、その後そうね1000万とかポーンとやれたらいいっすねありがとうございました、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとう。